体重コンピューターチェック。チェックします。名前ノイズラー、種別騒音怪獣、身長60メートル、重さ4万トン、能力目から出す熱線。怪獣の食料といえばやはり肉が一般的だろう。石油やガス、電気といった変わったものを好む怪獣も少なくないわけだが、そういった中でもノイズラーの場合は異色中の異色だ。こいつの大好物はなんと音。ノイズラーはお得意怪獣とも呼ばれている。細かいことを言えば、音の中でもある一定の音質、もしくは一定の周波数ということになる。そもそも音とは空気を振動させるエネルギーの一種である。ノイズラーが音を取り入れ、体の中で生命を維持するのに必要なエネルギーに転換する仕組みを持っていたとしても何の不思議もない。ノイズラーが最も食欲をかきたてられる音に、超大型旅客機の爆音や新幹線の走行音がある。ここで注目したいのは、これらが襲撃されるとき耳をつんだく爆音や走行音が全く聞こえなくなっている点だ。ノイズラーが音のエネルギーを残らず吸い取ってしまっているのがわかるだろう。両耳は巨大で自分の顔よりも大きい。よく見るとこの耳を動かして音に反応している。背中についた翼も巨大で、体のあちこちについたヒレのようなものも含めて音を集めるのに一役買っているのだろう。地球防衛組織 UGM は東京とその周辺の全ての音をシャットアウトする東京サイレント作戦を決行。ノイズラーの足止めにかかったのだが、この作戦はかえって我々人間社会にとっていかに音が切り離せないものであるかを証明する皮肉な結果を招いた。ノイズラーが最も嫌がる音はウルトラマン AT のカラータイマーが点滅する音であった。これを聞くと途端におとなしくなってしまう。ノイズラーはウルトラマン AT の誘導で宇宙へ帰っていった。